にちは。おお。シミです。あ、シミと。あ、ホマレちゃん。おお。軽トラモバイルハウスに二人。住んでます。じゃーん。シミ今何してんの？まあ、今ねちょっと漫画描いてんだよね。おお。すげえ。今作ってるのが、うん、こちらのモバイルハウス制作日誌。ほう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 。俺がこのモバイルハウスを作った時の、うん、まあ、体験とかハウスをね、うん、漫画にしてるんで。へえ、そうなんや。この漫画はどっかで読めるようになるの？そうだね、今ねあの Kindle で実は、うん、あのリリースしておりまして。おお、はい、あ、じゃあもう1話もうリリースされてて。そうだね、今シーズンごとに30ページぐらいで、ほうほう、作っていて。おお。1冊100円とかなんだけど、うんうん、Kindle Unlimited をあの利用してる方は、まあ、月額で無料で読めるようになってて。へぇー。今リアゴスティーニみたいに、ほうほう、全部通し読むと1台モバイルハウスが作れるよっていう。なるほどね、ディアゴスティーニ形式。へぇー。全部で何シリーズぐらいになりそうなの？まあ、そうね、でも8とかじゃない？お、うん、8とかや。そうなんだ。おう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 。まあ書きにゆっくり書きながらやってるけどね。あ、いいね。シミの漫画分かりやすいからね。へえ。じゃあちょっとそんな漫画描いてる中やけども、うん、ちょっとインタビューをさせてもらおうかな。はい、どうぞ。お、シミは、今何をしてる人ですか？今俺はこちらのモバイルハウスで、うん、漫画を描きながら日本を旅してます。へえ、漫画を描きながら、うん、そうなんや。なんかモバイルハウスっていうものをやろうと思ったきっかけみたいなのは？そうだね、もともと俺あの世界一周っていうのを、まあ、あの2013年から16年まで約3年続けてたんだけど、その時も旅をしながら行く先々で、ね、漫画を描いてたんだけど、その時はあのテントを使ってね野宿をしながら漫画を描いてたんだけど、まあ、雨とか降ってきたり道具ずっと抱えてなくちゃいけなかったりして、その旅をしながら漫画を描くにはどうしたらいいかってすごい考えてたんだよね。でその時にあの元々ね坂口恭平さんがあの台車で引くようなね家をモバイルハウスって言っていて、あ、モバイルハウスいいなって考えた時に、まあでもそうすると移動できないよな、じゃあどうするかって考えて、ね、あのこういう感じで軽トラックの上にあの家を建てて、ね、まあ、モバイルハウスって言ってる人を見つけて、あ、これだと思って作り始めたのが、まあ、きっかけかな。へえ、今初めてどんぐらいになるん？今ね、ちょうど2ヶ月ちょっとだね。おう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 。去年の12月3日から旅して。実際このお家を作り始めたのは？作り始めたのは去年の夏、うん、9月3日に、うんうん、まあ、一昨年実はねワークショップに参加したんだけど、廃材エコビレッジゆるゆるっていう場所で、おなじみの。そうだ、ね、夏からゆっくりやって3ヶ月俺もかかったんだけど、うんうん、まあ、これを完成させたんだよね。へえ、そうなんや。作るときはなんかこういろいろ大変なこととかあった？いやー、もうね、なんか今まで自分の中の期待値が高すぎて、あ、そうなんだ。失敗したらどうしようとか、もお金もともとないのにこの生活は立ち行くのかとかね、なんか不安が先行しちゃってね、作業しながらやりたくねーとか言ってたね。期待が超えられない、超えるのは怖かったみたいな。そうなんや。実際に今住んでみて2ヶ月ってことなんやけども、うん、何かこう感じてることとかある？そうだね、人に会えるっていう意味ではね、うん、すごい道具だなとは思う。へえ、やっぱし声かけられることとかが多い？そうだね、うん、これに乗ってるからこそ、うん、興味持って声かけてくれる人とかもいるし、うんうん、まあ、普通に、自分の住んでた場所に留まっていたら会えない人とか、うん、行けなかった場所とか、うん、そういうのが、うん、どんどん自分から動くことによって見つける、うん、会いに行くことができるっていうのはすごい利点だと思うね。なるほどね。モバイルハウスを作るときに何かこうしようみたいなこだわりみたいなのあったの？そうだね、やっぱね、他の人のモバイルハウス何台か、ね、見てきて思ったのは、やっぱさ、あの中で建てるモバイルハウスってのは少なかったんだよね、うん、まあ、構造上軽トラックの上にみんな建てると地上から 2.5 メートルまでっていう限度があって、まあ、それをクリアするために、まあ、モバイルハウスってちょっとね、あの高床式じゃないけれども、まあ、構造上の問題でどうしても165とかになっちゃって、
中で立つとって首をクッて曲げなくちゃいけない人たちが多かったので、俺は、まあ、そこをクリアするために、まあ、横に単管パイプをつけてモバイルハウスを持ち上げる仕組みにして、でね、中で立てるような高さになっていて、だいたい175センチぐらいまで人がね普通に立てるようなね仕組みになってるんだよね、まあ、この中で立つことができるっていう、それが1点目だね。おお、高さがあるんやね。これ2つ目は2つ目はね、まあ、ここから見てわかると思うけれども、天窓を多く取ってるんだよね。でこれも、まあ、さっきのモバイルハウスとの他の人との比較をして分かったんだけれども、みんな雨漏りが怖くてね、あんま窓とか開けないんだ。で俺は確かにこれ作ってる最中に雨漏りとかして大変だったんだけど、その分視線光を多く取り込めてライトがなくても明るかったり、まあやっぱり旅いろんなところ回ってるとさ、外の景色とか空模様とかがねすごいよく分かるようなね仕組みになってる天窓が多いっていうのも、まあ、俺のモバイルハウスの特徴だよね。なるほどね。3つ目は3つ目はこちらのカウンターだね。おー、まあ逆側とは反対に開いて、こっちは上から下に、まあ、カウンターみたいになっていて、で反対側は、まあ、ちょっと屋根みたいな押し上げる感じのね仕組みになっているんだけれども、まあ今寒くてあまり使わないんだけれども、まあ夏とかはここに食事とかを作れる台になってたりするし、まあ、向こうは向こうで、まあ、簡単に気軽にね外の景色が楽しめるようになってるっていうね、両方の壁が開くっていうのは俺のモバイルハウスの特徴。なるほどね。なんかさ、こう光がたくさん入ったり、あと大きくこうカウンターが2つ両側についてたりして、かなりこう開放的なイメージなのかなと思ったけども、そこは何かこう開放的な空間が好きみたいな、そういうのがあったの？そうだね、やっぱりどうしてもその軽トラックの上にモバイルハウスを作ると、やっぱりね、ちょっとね閉鎖的っていうのかな、若干窮屈な感じがするんだよね、でそこを、まあ、どうやって解消しようかって考えた時に、やっぱり壁が開くっていうのを、しかも両側開くっていうのを取り入れたかった。実際にそのデザインにしてみてどう？住んでみたところ。そうだね、まあ今やっぱこうして広げて中入ってみると、そこで空間がやっぱの広がりみたいなのを感じるかな。見た人がこうおーって、こう開くんだっていうなんかインパクトもあったりとか、まあ、ここでみんなで集まれたりとかするから、なんか一つの場作りにもなるのかな。そうだね、なんかちょっとお店っぽい感じにもなるよね。確かにね。その中でほまりちゃん軽トラモバイルハウスになかなかこうカップルで、ね、2人で住んでるってあんまし会ったことないけど、ほまりちゃんはどういう経緯でこのお家に？しみくんと出会ったのが去年の8月で、その時しみくんがその軽トラモバイルハウスで日本一周をしようと思ってるんだって言って、で助手席空いてますかって助手席が空いてたので、助手席は空いてるよっていつでも来ていいよってあ、そうなの。そんなちょっとなんかポエムな感じだったんだへえ、あ、そうなんやね。じゃあそれから作るところから一緒に。そうですね、ゆるゆるはしみくんがずっと滞在してたけど、まあ、そこにたまに遊びに行って、まあ、ちょっと木を切るのとか手伝ったり。めちゃくちゃ手伝ってくれた。それ初 DIY？ いや、私は美大を卒業してたので、大学で展示台作ったりとか作品作るのに結構木を切って自分で組み立てたりとかっていうことがあったから、まあ、全然抵抗なく。あ、すごい。インパクトドライバーでビス打つ時迷いなかったバリバリバリっつって、いや木からはみ出てるっすよね今家に積んでるインパクトは私が持ってるもの。あ、そうなんだ。買わなくて済んでる。すごいね。すごいすごい。じゃあもう何やったら俺たちよりももうやったことあるっていうか経験者だったので。いいね。なんかこれからさ、まあ、これに住んでみてこんなことしてみたいなとかってあるの？そうだね。とりあえずね、俺はね、1年間このモバイルハウスで暮らせるかってことを実験してみたいんだよね。で、まあさっきも言ったみたいに9月に、作って3ヶ月かかって冬スタートだったから、さすがに冬は東北行けなくて、で冬はだから暖かい方に行こう
じゃあ夏はどうするかっていうと、夏は逆に東北北海道を旅してみたいっていうのが自分の中にテーマがあるんだよね。なんかさっきやっぱこのお家に住んでみてのこういいところ感じてるのは、こういろんな人に会えるって言ってたけども、こんな人に会ってみたいなとかっていうのある？そうだね、俺はねやっぱ自分の暮らしを作っていくっていうことに興味があって、うん、決して俺も収入が あるわけじゃないから、うん、いかになんかお金をかけずに面白おかしく暮らしていくか、うん、で、まあ、自分の暮らしを作ってる、例えば、まあ、昔ながらの古民家を利用して自分の生活お店を作ったりとか、そういう人とかに会ってみたいとか、まあ、そういう経験をどん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 増やしていきたいと思って。へえ、なるほどね。お前ちゃんとか、マネちゃんとか言っちゃってなんかやっぱその家族で住むことが多いと思ってて、そういうなんか小さい家族の単位でもなんか自力で生活してる人とか、そういう中での子育てとかに興味がある。ああ、家庭っていうものに興味があるんだね。なるほどな。どんな漫画を描いてるの今？俺が書いてるのはさっきも紹介したかもしれないけれども、うんうん、あのモバイルハウスの制作日誌をね、うん、書いてるんだよね。で、だいたいリアルタイムの経験を漫画にしたいとは思うんだけれども、うん、やっぱ俺も旅を楽しみたいっていうところがあって、どうしても漫画を書く段階になるとリアルのね経験とのタイムラグみたいなのができるんだよね。だから俺はもともとこれを作っていた時に、あの漫画でモバイルハウスをの作り方を描きたいなと思っていたんだけれども、さすがにこれを作りながら漫画を描くことはできなくて、でそれが今旅をしている最中にずれてきたということなの で、ゆくゆくはこのモバイルハウスであの旅をした経験も漫画にしたいと思っているし、まあ自分の中の漫画の、ね、テーマはね旅っていうのがあるんだよね。旅漫画、旅漫画だ。確かにあんま旅漫画って今まで見たことないよね。へえ、そっかそっか。今までのさ、趣味の作品はどっかで見れたりするの？そうだね、それもね、Kindle Unlimited とかでね、まあ、今すごい電子書籍強化していて、まあ、それと、まあ、Kindle でもちろん旅する漫画家とか調べていただいてもらえれば、まあ、作品がね Kindle で旅する漫画家っていう風に調べてくれれば、俺の作品を読んでくれもらうこともできるんだけれども、うん、まあ、そういう時、去年ねクラウドファンディングで初めて紙の本を作ったんだよね。でそれ300部限定で、まあ、サポーターの人が半分ぐらいいたから、残り150部ぐらいを今手売りしていて、ね、そんな大量生産ってわけじゃないけれども、まあ、もし、ね、旅の最中で俺と会うことがあったら全然言ってくれたらね、売りますよ1300円です。へえ、あ、そうなんだねそっかそっか、すごいね、限定生産。そうだ ね、プレミアつけよでも Kindle でも読めるよ、はい、Kindle でも読めるへえ、いいね。じゃあこれから楽しみだね、うん、残り10ヶ月。そうだね。その先のことって今なんとなく見えてたりするの？いやー、どうなるか分かんないよねとも言いたいんだけれども、でもやりたいことはあって、おまあ、日本をなんで旅してるかっていうの理由の一つに、うん、日本を知らなかったっていうのがあるんだよね。もともと俺神奈川に住んでいたんだけど、うん、神奈川からほとんど出たことがなくて、自分の住んでる県の外にはどんなところがあるんだろう、どこが自分の肌感覚に合っているんだろうっていうのを確かめる目的があったの。もう一つまた別のがあるんだけれども、海外でも俺暮らしてみたいなとは実はね、ちっちゃい野望があってさ、お金の問題とかもクリアしていかなくちゃいけない課題はあるんだけれども、まあ、それもね一つのねやりたいことの一つで、海外にちょっと住んでみる、まあ、ずっとじゃないけど、あ、やっぱその住まいとか暮らすっていうことにすごいフォーカスが当たってるんだね。旅人で漫画家だけども暮らしにフォーカスが当たってるのが面白いねじゃあこれからも楽しみだね。ありがとう。じゃあそんな感じで、旅する漫画家の趣味全国これから、いろいろ、まあ、今九州にいるから、北上していく感じなのかな、春になると。そうだね、とりあえず今ねこの前が大分福岡っていう感じで、福岡大分っていう感じ南下してきたから、次は鹿児島とか、そっちの長崎とかね、西海岸の方からまあ南下していくっていう感じになるね。北上ね、北上か、ごめんね。そっかそっか。じゃあちょっと趣味のねこの、モバイルハウス見たらみんな声かけて
見てくださーい。ツイッターもやってるよー。フォローしてねー。よろしくー。はーい、じゃあねー。ありがとう。